浦和レッズディフェンダー森脇亮太です。今回の浦ちゃんネクストは森脇亮太選手にインタビュー。勝負強さの秘密、そしてファンサポーターへの思いに迫る。僕自身の名前呼ばれた時にはやっぱチームの流れを変えたいなと、チームをさらに前進させて、同点逆転まで行きたいなと、そういう思いは強かったです。そしてエナジーフレーズのコーナー、今回は茂木力也選手が登場。昔からその試合だけとかじゃなくて毎日なんかやってれば誰か見てくれてるからっていうのを言ってくれてたんで。茂木選手に力を与えるエナジーフレーズとは。さらにレッズレディースコーナーでは吉良千夏選手が好調をキープするチームについて語る。シーズン始まる前は、森新監督のもと今までと違うサッカーだったので、すごいリーグが始まるのが楽しみだったので。浦和レッズで7シーズン目を迎えた森脇亮太選手、守備だけでなくここぞという場面ではゴールも決める頼れる男だ。こんなにも長く浦和レッズでプレーできるというふうには思ってなかったんで、7年目を迎えられて幸せだなっていうのは感じてますね。結構ね、町っていうか、自分の自宅周辺を歩いてても声かけてもらう時もあるんで、そういう声かけてもらった時は幸せだなと、そういう思いにもなる時はありますね。4連敗と苦境の中、大槻監督が就任し迎えた川崎フロンターレ戦。終了間際に森脇選手が決めたゴールが大きな勝ち点1をもたらした。非常にラッキーなゴールだったなと。自分のところにボールがこぼれてきて、シュートを打ったんですけど、ジャストミートしなくて、うまく当たらなくて、自分のイメージとは違う方にボールが飛んでしまいましたけど、相手に当たって、それが軌道が変わって、ゴールに吸い込まれたっていう、一言で言えばラッキーゴール、そういうゴールだったんじゃないかなと。素直に喜んでいいのかどうか悩んだ部分がありましたけど、みんなのその諦めない姿勢だとか、最後まで、ボールに食らいつく、ゴールに向かって目指す、そういうスタイルはあのゴールに現れたんじゃないかなと。非常にみんなの気持ちがこもったゴールだったんじゃないかなっていうふうには捉えてます。スタメンを外れた森脇選手だったが、大槻監督からのある一言で奮起したという。ピッチに先発で立てなかった、そういう悔しさっていうのはありましたけど、だけど試合前に大槻監督が、葉っぱをかける意味で言ってくれたんだと思いますけど、今日の試合ゲームを決める流れを変える時にはお前で行くと、だからその準備はしといてくれと、そういう言葉をかけてもらって、自分自身気持ちを切り替えて、途中から出てもチームのために貢献できるプレーをしたいなと、そういう思いでずっと出番を待ってましたね。0対1で負けてる状況で2点目を相手に与えない、追加点を与えないっていう作業をすることができたんで、そういう粘り強さっていうのが最後のあのゴールに、同点ゴールにつながったんじゃないかなと。やっぱりそういうチーム全体の共通認識があったからこそ、ゲームプランも進めやすくなったというふうに思ってるんで、一人一人の頑張り、もちろん1失点与えないのがベストかもしれないですけど、与えたとしても粘り強くその後のチャンスを待つ、そういう共通認識は持つことができてたんで、それは非常にいい、僕が入った時もいい、みんな精神状態でプレーできてたかなっていうのは感じましたね。あとはそういう交代出た選手が、その波に乗っかって、もっともっとチームを加速させる作業をやらなくてはっていう、そういう思いでした。第5節の FC 東京戦でも終了間際に同点ゴールを決めるなど、非常に勝負強い印象のある森脇選手。その秘訣とは。どんな状況でも諦めたくないなと、ゴールを目指して行きたいなと。それがもし負けている状況、相手にリードされている状況であればそれがね、強ければ強いほどやっぱそういうゴールに向かう姿勢を出していきたいなというふうに思ってるんで、
まあ、そういう気持ちがもしかしたら運よくアディショナルタイムにゴールできてる要因なのかなっていうふうには思ってますけど、よくなんでお前がねあそこにいるんだというふうに、大体やっぱりそういうアディショナルタイムに最後の方にゴールを決めるときには普段いないところにポジションを構えてるんで、なんで自分もそこにいるのかわからない状況が多いですけど、なんか自然と体が動くというか、まあ、無意識なのか、気持ちが前に出て、言ってますけど、まあ、そういうところでいいポジションが取れてるっていうのは間違いなくあるのかな。少年時代はフォワードとしてもプレーしており、その経験も役に立っているようだ。それはもしかしたら生かされてるかもしれないのかなと。もう本当ちっちゃい頃はね、シュート練習も大好きでしたし、自分の得意な角度っていうのもあったんで、何回か決めたこともある。例えば右45度ぐらいから左足で、ファーサイドにシュートを打ったりしますけど、そういう角度っていうのはもう昔から練習してきたエリアだったんで、それは間違いなく今に生かされてるのかなっていうのは感じますね。僕の父親がもう常に両足蹴れるようになれと、右足だけじゃなくて左も右と同じぐらい扱えるようになれっていう口酸っぱく言われてたんで、ずっとそういう左足だけのドリブルだとか、左足だけでシュートを打つ、ドリブルも左足、そこからシュートまで持ち込むのも全部左足で練習っていうのもやってたんで、まあ、それが今に生きてるのかなっていうのは感じますけどね。フットボールプレイヤーには誰しも心に秘めた大切な言葉がある。時にはプレーの活力となり、時には自身を戒め原点を思い出させてくれる。それがエナジーフレーズ。今回紹介してくれるのは茂木力也選手。レッズユース出身で今年プロ5年目、愛媛や山形で経験を積み、昨シーズンレッズに復帰した。守備的ポジションを複数こなすことができるユーティリティプレイヤーだ。そんな茂木選手のエナジーフレーズとは。日進月歩。これは両親から送られた言葉だという。プロになってレンタルで愛媛に行った時に、まあ、両親離れて連絡を取り合ってる時に、まあ、裏1年目でやっぱり試合に1試合も絡めなかったので、まあ、愛媛に行ってその毎日を大事にしなさいっていうので言われました。やっぱり期待してくれてるのもあると思いますし、まあ、本当に昔からその試合だけとかじゃなくて毎日なんかやってれば誰か見てくれてるからっていうのを言ってくれてたんで、その毎日やり続けることによってその成功することに近づくっていうのがあったと思うんで、だからこういうそういう日進月歩っていうのを言ってくれたんだと思います。この日進月歩という言葉、どんな時に力を与えてくれるのか。今もそうですけど、やっぱり試合に絡めてない時こそそういう言葉っていうのを思い出したりしますし、まあ、なかなか試合に絡めないと気持ち的に下を向いちゃうこともあるんですけど、そういうやっぱり日々の積み重ねによって、まあ、誰か見てくれてる人がいるっていうのを思いながら、まあ、必ずいつかチャンスをつかめるように、まあ、チャンスが来た時にしっかり毎日できてないと自信を持ってプレーできないと思うんで、そのためにやるためにその日進月歩っていう言葉を思いながら毎日やってます。トップ昇格後なかなか試合に出られなかったが、愛媛や山形でプレーし経験を重ねた。浦和に戻るために J2 でその経験をさせてもらいましたし、まあ、その愛媛山形とプレーしたことがやっぱり自分にとって良かったんだなっていうのを思いましたし、まあ、帰ってくるだけが目的じゃなかったんで、まあ、これからもっとチームの力になるためにやんなきゃいけないと思うんで、まあ、その J2 で経験したことをもっとチームのために生かせるようにこれからやらないといけないなと思っています。
湘南戦で J1 デビューはしましたけど、まだ最下でプレーすることはできていないので、まあ最下で本当にプレーしたいという気持ちがすごく強いですし、まあ、そこでサポーターの皆さんと喜びを分かち合いたいなというのは思っています。茂木選手はこの言葉を信じ、努力を怠らずに一歩一歩進んできた。毎日常にフルパワーでできているのもこの言葉があるからだと思いますし、まあそうやって両親がかけてくれた言葉っていうのは本当に常に自分の中にあるんで、まあ毎日練習前にその言葉を思いながら、まあ今日も少しでも成長できるようにという思いで、やっぱりどの監督でもやっぱり使いたいって思えるような選手になりたいと思いますし、自分はいろんなポジションでプレーすることが多いので、やっぱりどのポジションをやってもその高いレベルでプレーできる選手っていうのは監督が使いやすいと思うので、まあ、そういう選手を目標に、まあ、これからもこの言葉を忘れずに毎日少しでもいいんで成長できるようにやりながら、まあ、チームの力になれるように頑張りたいと思います。日進月歩